キンプリ解散の舞台裏、CDDV、消失から垣間見えるジャニーズの謎。2023年5月22日、キングプリンス以下、キンプリは平野紫耀、神宮寺勇太岸ゆ太の3人の脱退により、新生キンプリとしての活動を開始した。しかし、5人体制最終日には謎めいた出来事が起こり、 特に消えた最終日の CDDV ライブ、ライブの放送には注目が集まっていた。金プリ解散と最終日の舞台。5人体制最終日に放送されたんけ NHK の音楽番組メニュー101では5人が力強く歌い上げる中で平野の涙が見られ、感動の声がファンから寄せられた。 しかし、その最終日には消えた最終日の舞台が用意されていなかった可能性が浮上している。芸能記者によれば、金プリの3人がグループを脱退する発表はすでに2022年11月4日に行われており、その後、視聴率を確保するために、テレビ各局が金プリの出演を獲得するための調整が進んでいたという。 最終日にラストステージが用意される可能性もあったと指摘されている。CDDV の謎とジャニーズの影。5人体制最終日の舞台に関連して特に注目されたのは5月22日放送予定だった CDDV ライブ、ライブ、TBSK の消失だ。テレビ情報誌 DV ライフによれば この特番の放送枠が確認されていたが、後になって予定は消えてしまったという。一部のファンは、これがジャニーズ事務所の影響によるものではないかと考えていた。特に、同じく TBS で放送された、ニュース23が、ジャニーズ事務所の創業者であるジャニー北川氏の性加害報道を特集したことが、この流れに関連しているのではないかと疑問視されている。 報道の影響で CDDV の枠が削除されたのではないかとの噂が広がり、ファンの間でジャニーズ事務所が何らかの手段で出演を妨害したのではないかとの憶測が広まっている。メンバーのブログから見えるもの。一方でキンプリメンバーが解散発表後に更新したブログには、それぞれの思いが綴られていた。 特に平野仕様のブログには、ジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしね、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。との記述があり、これが海外進出を目指していた平野が事務所によって妨害された可能性を示唆していると見られている。しかし、これに対して芸能関係者は、テレビ誌に掲載されていた番組が、 テレビ局の都合で番組表から消えるのはよくある話。こちらの噂はティアラの気運に過ぎないでしょう。との見解を示している。ただし、5人体制最終日に放送された番組が消えたことから一部の疑念は晴れないままだ。金プリの解散に伴う最終日の舞台や、 CDDV の消失にはジャニーズ事務所の影響があったのか、それとも単なる番組スケジュールの変更なのか、はっきりとした答えは得られていない。ファンたちは未だに真相を知りたいと願っているが、ジャニーズ事務所や関係者からの公式なコメントはない。キンプリのこれからの活動やメンバーたちの進む道に注目が集まる中、 過去の出来事がどれほど影響を与えるかはわからない。しかし、ジャニーズグループの背後に潜む謎をめいた事情には、今後も注目が集まりそうだ。